ハラペーニョとは唐辛子の品種の一つ。メキシコを代表する青唐辛子である。辛さは中程度。名称はその発祥の地と言われているベラクルス州のハラパに由来する。ハラペーノやヤラピーノ唐と呼ばれたこともある。酢漬けなどにして市販されているが生で食べることもできる。メキシコ料理やテクスメクス料理でよく用いられる食材であり、多くのメキシコ料理店ではハラペーニョを。 玉ねぎや人参と一緒にピクルスにしたハラペーニョエンエスカベーチェを注文することができる。アメリカ合衆国でもよく普及しており、サルサに加えるほか、チェダーチーズなどのチーズを詰めたハラペーニョに衣をつけてあげたハラペーニョポッパーなどは酒のつまみとして人気がある。ホットドッグなどにつけることも多い。また、菓子や清涼飲料水のフレーバーとしても人気がある。タバスコには、 赤と緑があるが、緑のソースはハラペーニョで作られている。熟したハラペーニョを干してからいぶしたものは、チポドレと呼ばれる。フイ本社のシラチャーソースでは、完熟の赤いハラペーニョが使われている。ありがとうございます。